ですか、最後はフォアボールでも山梨という感じがありますか。いやー、この後ろのね、イデホマスだというね、5番のプラン考えると、まあちょっと逃げ気味と言いますかね、少しもうちょっと突っ込んで、盛り上がってるツーシームをね、本当に投げるべきだったかなと思いますけども、そしてイデホを迎えます。打率1割台まで苦しんだイデホなんですよね。いやー、もうそうでしたね。もう全く自分のこの大きな体重がですね、同時に乗らずにですね、苦しんでましたよね。